おはようございます。今日はシャバットというね、金曜日なんですけど、だいたい3時30分くらいから明日の7時くらい、まあ1日はですね、こう休息日という、ことになってますので、まあ早めに朝ごはん食べて靴磨きして、でも靴磨きも2時くらいには終わらないと、まあタブーに触れるというかね、この国の人たちはもう一切労働しない、無料でやってたとしてもまあそれが労働になるというかね、車の運転ですら労働とみなされるっていうことなので、早くちょっとお腹にエネルギーを入れてですね、シャバットの前に靴磨きできたらなと思います。うん、まあ、こういうのうまいね、ベーグルというか。この門のあるところ、ちょっと日差しが暑いですが、まあいつもはもう少し人が多すぎるのも良くないんだよ。ただ今日は短い時間なんで、人が結構通るところでやってみようかなと思います。するんですが、よいしょ、こんにちは。ね、日本に住んでた小さかった時。そうなんですか。Be interesting for readers to write about you. Do you have like a card or something? I have WhatsApp. Ah, WhatsApp. Okay. なんか今イスラエル人の、ポーランド出身のイスラエル人の人から逆難されて連絡先を教えたんですけど、これワンチャンなんかデートとかあるんじゃないかって期待したんですけど、なんか新聞記者というか、そのメディアで働いてるらしくて、もしなんかよかったら上司に許可取れたらちょっとインタビューさせてほしいみたいな感じでした。僕的には逆なんやと思ったんで、まあちょっとがっかりしてます。 How are you? Hello. Hey, I took this. Oh, this is a happy shoe shine.Cleaning shoes. Yeah, I can do it. What is your name? Nathan. Nathan. I'm social. Social. Nice to meet you. I am France. France. Ah, you are France. Yes. English is small. Oh, you live here? Yeah, here. Oh, over there. How long do you stay in Israel? 33 years old.Oh, 33 years old. Yeah. You, he was born in France. Yes. Yes. Was 1 year old. Ah, 1 year old. Yeah. I understand. You are also French? Where are you from? No, I'm born in Israel. Ah, Israel. Yeah. So I really like your hairstyle. Do you have the, yeah, what's the meaning? The signature of, you know the Judaism culture? Yeah. So, there this is the Judaism culture? Yes. Oh. Yeah. Do you do in Israel? What is your job? He's doing real estate and... I ask Dream. Dream. To be happy. To be happy. Yes. I can help you. Just shushan. Ah, okay. Well, I'm interested. Yes. Yeah, That's all? Very nice. 3, 2, 1. フランスから来たイスラエル人の方の靴を磨いて、これでお昼を食べて20イスラエルお金いただきました。ありがとうございます。結構ね、でもこうやって見ると、そのユダヤ教って、ユダヤ人、まあイスラエル人ってすごく変わってて、あのユダヤ教イコールユダヤ人というかイスラエル人みたいな感じなんで、その外国から外国生まれのイスラエル人っていうのが多いんですよね。で彼もそのイスラエル人やけどフランス生まれで、フランスに生まれた時から自分はユダヤ人やったっていう、そういう人がアメリカとか、まあ、アメリカがすごく多いっていうのを聞きますけど、ポーランドも多いのか。ポーランド、さっきの女性もポーランドって言ってたね。ポーランドとか、まあヨーロッパが多いんよね。ロシアとかも。いやー。
今2時半くらいなんですけど、だいたい閉店し始めてますね。レストランとかお店とかもシャバットの準備をしてます。ここにもう今日で4日目5日目になるんですかね。いやボスですよ。ゲストハウスって長くいればいるほどボスになりますからね。一番こう角のこうロッカーも近くて、椅子も唯一1個しかない椅子を独り占めして、これがあれですよ、ゲストハウスはもう長くいればいるほどボスになりますからね。たまにあのなんだろうな、バックパッカーの多いところだったら1週間いてももうあの金は半年とか沈没してるやつおるんで、もうそういうには頭上がらないですけど、だいたいどこ行っても4日5日くらいいたらこうゲストハウスの中でもだんだんいいところに行けるっていうね。だってやっぱりトイレの近くの一番上のベッドって結構しんどいじゃないですか。誰か夜中トイレ行ったら音も聞こえるし、そう、まあもしかしたらあっちの方がいいかもしれないですけど、僕は割とこのロッカーがあってね、いいところに今いるなという状態です。ちょっとシャバットの時間までですね、今日ディナー行くんですけど時間あるんで、ちょっとねいろいろと事務作業とか、ブログ書いたりしたいなと思います。